みたいな、どうしてもこう怖さから逃げてまうじゃないですか。めっちゃいいこと言うな。入試情報から勉強法まで、受験生に役立つ情報を何でも話していきます、受験トーク。それでは始めていきましょう。学びズムの今井です。学びズムの江戸です。こんにちは。本日の質問です、はい、もうすぐ公募推薦入試があります。公募入試では英国のみで受験するので、日本史を公募が終わるまでやらずに英国に時間を割く方がいいのかなと思っているのですが、これは危ないですか、というような。はい、そうですね、ある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 ですね。もう僕は結論としては切らない方がいいですね、うんうん、あ、これはその滑り止めとして公募を受けようが、第一志望の大学を公募で受けようが、切らない方がいいですよ。間違いないです、はい。そもそも一般入試では、まあ、当たり前ですけど選択科目が絶対にいると。でここでその切って、例えば公募 2,3 週間前から英国に集中したで、そこの 2,3 週間のブランクを取り戻そうと思ったら、特に現役生はきついですね。そうやな。その結局最後の最後までやっぱ一番莫大な暗記量を誇るこの社会という科目は、まあ、最後の最後まで伸びる反面、結果が現れるのがちょっとやっぱ現役生は浪人生よりも遅いっていうような傾向があるじゃないですか。今までよりも英語長文の演習量を増やしたりだとか、英文法を解く問題数を増やしたりだとかした結果、その社会が思うように進まなくなる。これは全然モチベーション的に仕方がないかなと思うんやけど、意図的に計画から社会を消してもう英国だけにするっていうのは、もう一般入試のことを考えるとあまりにもリスキー、危険を伴うので、あの決しておすすめはできないですね。あとはまあその公募にまあ全てをかける、その社会削るということはもう英国だけやるというのは、ほぼほぼ公募絶対に取るみたいな気持ちで受けてるじゃないですか、うん、でも公募って実際その募集人員も少ないですし、めちゃめちゃ一般入試よりも狭きもなんで、受かったらラッキーぐらいの気持ちを持っててほしいですね。もうその10月末なんで、もしかしたらもう公募が終わってる人もいるかもしれないんですけども、こう受かったらラッキーっていうぐらいのモチベーションで、あくまで自分の最終目標は一般入試なんだっていうのを、そこからの逆算で立てて、まあ、そこの中間地点にポンとおるぐらいの感覚で受験をしとかないと、もちろん受験終わった時の、公募入試が終わった時のメンタルへのダメージもそうだし、勉強計画の崩れ方っていうところでも、公募入試を念頭において逆算、これは絶対になし、あくまで2月1月とかの一般入試っていうところを考えた時に、日本史はこういう逆算でこういうペースでやっていかないといけないっていう計画をしっかり保った上で公募も戦う。でそれで取れたらラッキーやし、取れんかったとしても一般入試でしっかり対策をする、ほんで合格をつかみ取るっていう風に逆算して、まず計画は絶対に立てるようにしてほしいですね。僕の意見なんですけど、はい、まあ、もう概ね変わらないですよ、うん、でもうやっぱりリスクリターンを考えた時に、あの選択科目を切って得られるリターンはそんなに多くないのにもかかわらず、まあ、みんなやりたがる、まあ、楽やからやろうな、うん、そうですね、うんうん、だからそういうふうに思うと、やっぱりリスクリターン考えたらちゃうなというふうに思います。で唯一やっていいっていう場合があって、俺の中で、はい、選択科目切ったら英国で確実に取れる、もうこれがもうほぼ確やなと、あとちょいやなと、これが分かってる時のみ、しゃあないな、絶対公募で決めろよって言って、それを OK 出しますけど、まあない、まあ今までの経験上ほぼない、うん、でまあ強いて、あるとすれば、英国数受験しててほんまに国語できひんくて、国語切って英数受験、はい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 、このパターンやったらあるね、ありますね、ありますね、このパターンは、まあ、まだわかるかなっていう感じやねんけど、うん、英国社受験の社会外しはいやほんま悲惨な結果しか生まれるなというふうに、そうですね、思います、はいはい。もう一個僕言いたいなって思ったことあるんですけど、なんでこういう風な心理になるかって、多分落ちるのが怖いからなんですよね。まあ公募その狭き門とはいえ、こう落ちるのが怖いから、削らないと受からへんっていう風に多分思ってもうてやるんですよ。どうしてもこう怖さから逃げるために問題演習をしてメンタルの安定を図ろうとするんですよ。で社会って暗記やから、その演習演習っていう感じじゃないから、またそれも輪をかけて逃げたくなるんですよね。だからそういう心理が働く分、気持ちは分かる
っていう思いもあるんですけど、そういう時やからこそ地に足つけてほしいというか、ほんまにこう今切った時のリスクを落ち着いて考える、うん、一般入試で今自分の第一志望の社会の日本史のこの子のなら日本史の点数を考えた時に4割しか取れてない、じゃあ絶対に切らない方がいいと思うんですよね、うん、でも9割取れてる、切ってもいいかなってなると思うんですよ。まあ、そこまで行ったらあれですけど、まあ、そういうところで、まあ、こう一般入試でもこう怖くなったらどうしても演習に逃げて、過去問演習して7割やった、あやった8割やった、いやあかん5割やった、この年度って難しかったんかな、調べてみようみたいな、どうしてもこう怖さから逃げてまうじゃないですか。めっちゃいいこと言うほんまあるもんな、それあるんすよね、うん、だからそういう心理が働いてるからこその質問なんで、そうやね、そうやね、その辛い思いをしてるのは分かってるんですけど、そういう時やからこそ落ち着いて自分を客観的に考えた時に何をなすべきなのかを考えてほしいですよね、ほんまに間違いないっす。そうですね、はいはい、ちょっと参考にしてほしいなと思います。それではこの動画はここまでにしたいと思います。動画がいいなと思ったらいいねを、質問はコメント欄によろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。動画見てくれてありがとう。無料で受験相談ができる無料体験コンサルを365日受け付けております。資料請求をしてくれた方にはこちらビズマーの生態を明らかにしたマナビズムライフスタイルブックを申請しています。 LINE アットでは登録者限定の情報も流れてきますので必ず登録しておくようにお願いします。